おはようございます。マッチングアプリでたまに勧誘お断りってプロフィールに書いてる人いるじゃないですか。それ見た時にいやいや勧誘なんておらんやろって思ってたんですよ、自分が勧誘されるまでは。ということで今日は過去にアプリで勧誘された話について喋っていきたいと思います。で、1回だけじゃないんですよね、何回かあって、なので今日はこんな感じで話していきたいと思います。まず1件目はタップルで会った女の子の話なんやけど、この子は普通にやり取りして1回目会って、でカフェに行ったのかな確か。で 2,3 時間ぐらい喋って、でその日は別れたんですよ。で、結構可愛い子やったんですけど、なんか価値観かなんかが合わなくて、結局2回目以降は合わなかったんですよ。 LINE は交換したんやけど、そのままフェードアウトっていう感じで別れて、でそしたらその半年後ぐらいに久しぶりっていう LINE が来て、続けて絶対興味ないと思うけど副業興味あるって来たんですよ。で絶対怪しいじゃないですか、多分送ってきた本人も思ってたと思うんですけど。でそれ見た時に怪しいとは思いつつ、なんかねその時僕めっちゃ暇やったんですよ。その日が暇やったとかじゃなくて、なんかそのあたりの時期すごい暇で、どういう話って返したんですよ。でそしたら向こうから会って話したいからいついつ会えるっていうラインが来て、その日程決めて品川のカフェで合流したんですよ。で久しぶりとか言って話して、でなんかねすぐそういう話 にならなかったんですよ。なんか最初は最近どう、彼女できたみたいな、そういうたわいもない話を30分ぐらいしてて、で一応ねこっちはね例の話を聞きたいっていうことやから、あの話って結局どうなんみたいな聞いたら、それねそれ私からじゃなくてちょっと別の人にしてもらうねんって言ってきて、そうなんやって思って、で彼女が説明してくれる人このホテルの近くに泊まってるから今から行こっかって言ってきて、じゃあこのカフェの時間いるかって思いつつも、そのホテルに行くって最初言われた時にそのホテルの個室に行くって思って、なんかそれ怖くねみたい な思ったんですよ。その密室に閉じ込められて、そのなんか脅迫というか勧誘を迫られたら怖えって思って、なんか恐る聞いたら、ホテルのロビーやから全然大丈夫って言ってきて、それでちょっと安心はしたんですけど。でホテルのロビーに着いたら若めのお姉さんが座ってて、でもう2人いたんですよ。でそれが僕らと同じような、その勧誘側と勧誘される側の子が2人いて、合計5人でその説明会が始まったんですよ。でそのマルチとかセミナーで多分よく使われてるような、金持ち父さん貧乏父さんの話をしてきて、なんかキャッシュフローがどうのこうのとか、なんかいろいろ話してて、こう図形とか書いて、私たちはこっちの右側に行かんなあかんねんみたいな、そういう話をしてましたね。もう細かい話はかなり昔の話なんで忘れたんですけど、そのお姉さんの歯がセラミックっていうことだけは今でも覚えてます。で一通り説明が終わった後に、明日セミナーがあるから来なよって言われて、急やなと思いつつ、暇やし無料やったんでね、じゃあ行きますって言って行ったんですよ。で次の日仕事終わりに田町やったかな、そこにセミナーに行って、その前日にいた5人は全員そこにもいてたんですけど、で中入って、でそしたらね150人から200人ぐらいいたんですよ。結構大きなセミナーで、バーって見回してみると、その結構ねやっぱり
なんか意識高い系の人たちが多かったというか、なんかね結構イケイケな感じの、なんか陽キャな感じの人たちが結構いっぱいいたんですよ。なんでその僕はねもう全然陰キャで、全然冴えない感じのタイプなんで、おおなんかすごいところに来たなみたいな、そういう感じはしましたね。でセミナーの内容としては主に投資の話でしたね。なんか自称投資のプロの人が教壇に立って、こうなんか買い時はこうとか売り時はこうみたいな、そういう話をなんかチャートを使って説明していましたね。でその投資のまあなんか商材を販売してて、何だったかな、70万ぐらいやったような気がするんですけど、なんかそれのまあ販売のなんかセミナーでしたね。これは当時セミナーの時にメモしてたやつなんですけど、あそうそう、その新規事業説明会っていう名目でしたね。なんかでアルケミストっていう会社を作って、これからバンバン CM を打ち出していくみたいな話をしてましたね。その CM やってたのかな、なんか見たことありますかね。アルケミストっていう会社なんですけど、投資の、もし見た方がいたらコメントください。でそのセミナーの中で一番びっくりしたことがあって、それが、まあ、前で話してる人がいて、でその人がたまになんか冗談とかを言うんですね。まあほんとつまんない冗談みたいな感じで言ったら、周りのその聞いてる人がわはははかーって言って、なんかどか笑いするんですよ。でえっと思って、なんかねそれがすごいびっくりしたというか、なんか違和感というか怖いというか、多分ねその会員の中で決められてるんでしょうね。なんか盛り上げろみたいな、本当にねなんかスイッチがパチって入ったかのようにわはははかって笑ってて、なんかすごい組織ぐるみの怖さを感じましたね。でセミナーが終わって、その最初アプリで誘ってきた女の子と2人で帰りながら喋ってたんですね。え70万も投資の商材でするのとか、そういう話をしてて、まあでもその70万円さえ払ってしまったら投資の銘柄だったり知識とか教えてもらえるから全然ペイできるよって言われて、いやでも70万はすぐに払えんし、あとしかもそのセミナーの中でその勧誘をして入ったら自分に何パーセントが入ってくるっていう話があったんやけど、えこれってマルチやんなってその子に聞いたら、いやマルチじゃないよ、 MLM っていうビジネスモデルやでって言われて、で俺その時 MLM って何か知らんかったから、ああそうなんやってその時は思ったんやけど、まあどっちみち70万はちょっと厳しいかなって言ったら、あじゃあ分かった、今度ね泊まりがけで座談会があるからそれに来なよって言ってきて、うん座談会があってすごいなんかお偉いさんが何人か来て、まあ、座学があるんだみたいな、で2万円かかるんだけどそれ以上に絶対ためになる話だからぜひ来てほしいって言ってきて、でまあ2万円ぐらいやったらいいかみたいな思って、まあ暇やし、まあそれは行こうかなみたいなって考えてて、でまあ行くんだったらまあその場でじゃあ2万円お願いみたいなって言われたんやけど、その時まあお金なくて、あじゃあ来週でいいみたいな話をして、あ分かった、じゃあまた来週ねって言って、でその日はもう別れたんですよ。で帰りの電車ですぐ MLM って調べたんですよ。でそしたらなんか MLM はやばいとかマルチとかやめとけみたいなことがすごいバーって出てきたんで、あもうこれはいかんとこうと思って、そのなんか泊まりがけの謎の座学も断りました。なんかそのセミナー終わった後もね LINE グループを勝手に作られて、なんかセミナー今日はお疲れ様でした、また何か聞きたいことあれば
ぜひここで聞いてねみたいな感じで会員の中に放り込まれて、なんかすごい囲い込みとかすごかったですね。で、2件目の子はなんか暇つぶしチャットアプリみたいなやつで会った子で、まあ普通にやり取りしてて、向こうから今度飲み会があるから来なよって言ってきて、まあその時期暇だったんでね、ああじゃあ行くわって言って飲み会行ったんですよ。で、飲み会は20人ぐらいいて、そのどういう集まりかっていうと、地方から上京してきた子たちが、まあ東京であんまり友達いないからこう集まろうっていうグループだそうです。で、その人たちの雰囲気もさっきみたいなセミナーのイケイケな人たちじゃなくて、まあどっちかといえば地味めな感じの男女の集まりだったので、まあそういう意味でもちょっと居心地はまあ良かったですね。で、その日の飲みもまあ普通に楽しくて終わって、で合計3回ぐらい飲みに行ったのかな。まあその間も別に普通に楽しくて、まあ特に変なことはなく、で、その3回目の飲みの後に、今度はなんか昼から会おうよって言ってきて、ああ別にいいけど何すんのって聞いたら、まあまあ考えてるからまあ任せときってみたいな感じでなんかはぐらかすんですよ。で、ああオッケーみたいな感じで、当日六本木のサイズエリアで会って喋ってたんです。で、彼女が今日はゆうくんに話したいことがあるんだ、あの私たちのグループって会員制で、これからもゆうくんと一緒にやっていきたいと思ってるんだって言ってきたんですよ。で、細かい話はこれから〇〇さんが来るからその人に話してもらうと思うんだって言ってきて、ああこれまた上長が説明するパターンねって思って、まあこの時点でも察してるわけですよ。で、10分後ぐらいにスーツを着た男の人が入ってきて、まあ説明しだすんですね。で、まあ内容としては、まあ、ざっくり言うと、これまで飲み会参加してきたと思うけど、それ以外にもバーベキューとか旅行とかこのメンバーで行ってるんだって言ってて、で、これからまあ参加するためには、まあ、メンバーの一員にならないといけないよっていう話で、まあそのメンバーの一員になるためには70万円支払わないとダメですっていう話だったんですね。で、70万円って高く感じるかもしれんけど、1回の買い切りでもう効果は永続やから、そのこれからこのメンバーでずっと楽しい思い出作っていけるよみたいなことを言ってきて、ああまあだったら安いかとはまあならないですよね。まだね、その中にめちゃくちゃ可愛い女の子がいっぱいいるっていうなら、ああ安いなって思うかもしれんけど、まあ最初言った通り割と地味めな男女が多いグループやったんですね。なのでもう70万円は、まあ、ありえんなと思って、お前70万あったらアクスでね、もちろん断ったわけですよ。いやーいいかなって言ったら、その女の子がバーって手伸ばしてきて、私は今までゆうくんと話してきてすごい楽しかったよ、だからこれからももっといろんなこと喋りたいし仲良くしたいと思ってる、だから私たちと一緒に思い出作っていこうよみたいなことを言ってきたんですね。で、さっきも何回も言う通り、その女の子がめちゃくちゃ可愛かったら手握り返すぐらいはしてたと思うんですけど、まあ全然タイプじゃないわけですよ。なのでまあ冷ややかな目で見てるだけで終わったんですけど、でね、彼女がそんなにこれからも俺とやっていきたいって言うんやったら、飲み会だけでも普通に今まで通り参加させてよって言ってみたんですね。そしたら、いや私たちだってあの場を安売りしたくないしとか言い出して、いやいや安売りしたくないってお前あのメンバーでどの口が言ってんねんって思ったんですけど、まあ結局その後も、ああいやもうほんまにいいからって言ってこの件は終わりましたね。最後は勧誘未遂の話なんですけど、ちょっとここまで動画時間長くなっちゃってるので、もうささっと話していきますね。まず一人目が待ち込んであった女の子で、この子はなんか愛嬌も良くて結構
喋りやすくてすごいいい子やったんですけど、まあ、顔があんまタイプじゃなかったので恋愛関係にはならなかったんですね。で、まあ、1回だけ差しで飲みに行ってその後メッセージでやり取りしてたんですけど、なんかね、社会人の野球チームに入ってるんやけどそれに来なよってすごい誘ってきたんですね。で、まあ自分野球好きなんで、あ、全然いいよって言って、まあ、わざわざジャージも買ってね、最初行こうと思ったんやけど、なんか予定が合わんかったりめんどくさかったりで結局一回も行ってないんですけど、多分ね、今になって思うけどアムウェイやったんじゃないかなって思います。なんかアムウェイの人って野球やりがちやし、なんかその人、その子をその友達とルームシェアしてるって言ってたんやけど、なんかアムウェイも勧誘同士で一緒に住んでるイメージなんで、まあ、多分それはアムウェイの勧誘やったなって思ってます。で、2人目は街で話しかけてきた男の子2人組なんですけど、なんかこの辺で居酒屋探してるんですけどいいところ知りませんかって声かけてきて、まあ、たまたま近所やったんでね、あ、その辺にあると思いますって言って、まあ、そこまでちょっと一緒に歩いたんですね。で、まあ、その歩いてる中でちょっとまあ喋って、まあ、割と盛り上がって、で、あ、よかったら今度なんか飲みませんみたいなって言われて、ああいいですよって言って LINE 交換して後日差しで飲んだんですよ。その飲みの中で途中までは普通やったんですけど、なんか途中からゆうくん夢ってあるって聞いてきて、おお、なんか香ばしい香りしてきたなって思いながら、いや特にないかなって言ったら、その子が俺自分の店を出すのが夢やねんって言ってきて、なんか焼肉屋やったかな、なんか言ってきて、でなんかカバンからなんか書類を出してきたんですよ。自分で手書きで作成した資料、なんか目標のためには何をすべきかみたいな図を出してきて、なんかすごい熱弁してたんですね。で、あ、夢ないんやったら俺の知り合いの〇〇って人がいるんやけど、その人に会ってみてほしいわ、その人と会って喋ったら絶対やりたいこととか見つかると思うでって言ってきて、出た、もうその情緒を紹介するパターン、もうええてって思って正直に言ったんですよ。過去そういうパターンで勧誘あったからもういいわって言ったら、いやそんなことないねんけどなとかブツブツ言いながら結局断りましたね。その後も LINE で飲み会とかバーベキューめっちゃ誘ってきて、ずっと断り続けてたら連絡来なくなりましたね。ちなみにその男の子は自称東大卒の UFJ 銀行勤務だそうなんですが、真相は分かりません。で、3人目も街で話しかけてきた男女2人組やったんですけど、なんか Google マップの調子が悪くて、とあるカフェを探してるんですけど知りませんかっていうなかなか雑な話しかけやったんですけど、たまたまそのカフェを僕が知ってて、で、あ、渋谷やったんですけど、その、まあ、そっから5分ぐらい歩くところで、なんかね、その場では説明しづらかったんですよ。なんか、あ、ここまっすぐ行って右行ってみたいな言いづらくて、で、まあ、その後も暇やったから、あ、じゃあそのカフェまで案内しますよって言って、まあ、一緒にそのカフェまで歩いてたんですね。で、その、まあ、5分ぐらいの一緒に行っている間で、まあ、なんかちょっと喋って盛り上がって、で、また LINE 聞かれたから交換して、なんかまあ飯行こうみたいな話 になって、その日のうちに LINE が来て、明日ラーメン食いに行こうぜみたいな言ってきて、明日とかめっちゃ急やなと思って、なんか距離の詰め寄り方えぐいなと思って、気持ち悪いんでブロックして終わりました。なんかまあそもそもね、 LINE を交換しなければいい話なんですけど、なんか断りづらかったんですよね。次からは断るようにします。最後の話はちょっと勧誘とは違うんですけど、まあ声をかけられたつながりで話すと、なんか主要駅とかターミナル駅でなんか新人研修で名刺交換をやってます、でその相手をしてくれませんかみたいなことを話しかけられたことがあって、あ、いいですよって言って自分の名刺渡して、その人の名刺もらって、あ、ありがとうございましたみたいな、で別れた直後に、あれ、なんかこれおかしいかもみたいな気づいて、で、まあ、すぐそのスマホで調べたら怪しげな電話が
会社に届くって書いてあって、すぐ本社に連絡しましたね。こうこうこういう事情があって名刺交換しちゃいました、もしかしたら変な電話が来るかもしれないですけど無視してくださいっていうふうに言いましたね。いやー、やっぱりなんか話しかけられても無視するべきですね、基本は。なんか東京の人は道を尋ねても教えてくれないとか、話しかけても立ち止まってくれない、冷たいみたいなことを言われることがあると思うんですけど、なんかある意味正解だと思いましたね。こうやってこう道を教えようにも、なんか人の善意につけ込んで悪いことを考える人が一定数いるので、もうだったら初めから立ち止まらない、話を聞かないっていうのがなんか正解だなって思いましたね。あれ、結局何の話や。まあ世の中には意外と悪いこと考えてる人がいたんだねっていう話でしたね。はい、なんかすごい動画の時間も長くなっちゃったので、この辺で終わりたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。